この生ハムの大葉の水バターサンドとアボカドのオープンサンドと水出しアイスコーヒーにしようかな。うん、あなたは？私はラテ。ラテ。どうした？ラテ。手でひねってみて。ひねれない。水出しアイスコーヒーでございます。クラウマンズランチベーカリーというところに行ってきました。イギリスの奥の伝統的なランチらしいです。まあ、詳しくはわからないんですけれども、で、まあ、ランチプレートが、まあ、品切れで食べられなかったので単品のサンドを食べました。でサンドがめっちゃ硬かったね。硬くてパリパンが硬いパンだったね。フランスパンみたいな感じな、なんていうかな、あれは天然酵母で作ったすごい硬めの伝統的なパンなんでしょうね。そうなの？多分そうだと思う。間違ったらごめん。間違うかもね。ちゃんと調べてない。で、まあパーキングが坂の上の方で、で、まあ食べるところですね。ちょこっとだけ、まあ1分2分ぐらい歩く感じの距離のところです。で、見晴らしもまあまあ悪くはない感じですね。北中城らしく自然が、はい、ね。それではバイバイ。